こんにちは、動画ファンの成田です。今回はインスタグラムですぐに消えてしまう画像メッセージを送る方法についてご案内をいたします。すぐに消えてしまうメッセージとはどういうものかと言いますと、インスタグラムダイレクトメッセージ、投稿だけではなくてフォローしている方などに直接メッセージを送る機能もあるんですけれども、そのメッセージで、ストーリーのようにこのストーリーですね、24時間で消えてしまう、投稿があるんですけれども、このストーリーのようにすぐに消えてしまうメッセージを直接相手に送ることができる、そういった機能となっております。使い方によってはいろいろな楽しみ方ができると思いますので、すぐに消えてしまうメッセージぜひ試してみてください。では実際にそのすぐに消えてしまうメッセージを送ってみたいと思います。どのようにやるかと言いますと、いつも通りまずはインスタグラムですね、起動をしてください。インスタグラムを起動します。で、基本的にはストーリーの投稿と同じになるんですけれども、まずこの左上のカメラのマークですね、こちらをタップします。そうするとこのようにカメラが起動いたします。でこのまんまこの白いボタン、こちらをタップすると今のこの様子、写真を撮影することができます。でこのまんま、こちら使ってこのようにスタンプをつけたりとか、手書きで文字を入れたりとか、こちらを使うとテキストですね、テキスト文字入力することができます。このように文字を入れたりなどすることができます。またですね、ストーリーと同じなのでこちらですね、この左側のこちらのマークですね、こちらをタップしていただくと24時間以内に撮影した写真であれば同じように送ることができます。では、このラーメンのつけ麺の写真ですね、こちらを使いたいと思います。で、こちらも同じようにいいのありますかね。じゃあこちらのハートマーク、ハートマークのスタンプをつけたりとか、手書きの文字ですね、手書きの文字とかいろいろ書き込みができますね。それからこちらラーメン屋さんと、ラーメン屋さんというふうに文字を入力してこんなふうにいろいろデコレーションなどもできるようになっております。こちら完了しましたらこの下にあります次へ、こちらをタップします。そうするとこのような表示が出てくるんですけれども、一番上のストーリー、これをタップすると、ストーリーとしての投稿になります。そうではなくてこの下のダイレクト送信と書いてあるこの一覧の中から送りたい相手を選択してタップします。このように選択してタップすると選択された方チェックマークがつきます。一人だけではなくて複数の方に送ることも可能となっております。送りたい相手選択し終わりましたら一番下の送信ボタン、こちらをタップします。はい、そうするとこのように送信されましたという表示が出てまいります。少し待つと送信完了という表示になります。ちょっとこちらを開いてみましょう。そうするとこのように送信完了という表示が出てきて、相手に送信されたことが分かりました。では送られた側はどのような表示になるかと言いますと、まずインスタグラム開いていただくとこのように1とダイレクトメッセージが来るとこういった表示が出てくるんですけれども、同じようにこういった表示が出てまいります。ここをタップします。
はい、ダイレクトメッセージと基本的には同じですね。このように誰から届いたかという表示が出てきます。で、写真を見ると書いてありますので、こちらをタップして開いてみましょう。そうするとこのように写真が表示されて、これで終了です。もうこれで消えてしまいました。で、すぐでしたらば、このようにもう一度再生という表示が出てきて、こちらをタップすると、見ることができるんですね。ちょっと開いてみましょう。またこちら、よいしょ。スクリーンショットを撮ることも可能となっております。スクリーンショットを撮ることも可能なんですけれども、もちろん表示されている間ということになります。で、もう時間が経ってしまいますと、こういった表示になりまして、メッセージ期限切れとなって、もう画像を開くことはできません。そして、送った側、相手の方が見ると、このように既読という表示が出てきまして、送った、すぐに消えてしまう画像メッセージ、見ましたよということがわかります。また相手の方がスクリーンショットを撮るとこのようにスクリーンショットというメッセージが送られますので、消えてしまうメッセージスクリーンショットを撮った時はこのようなメッセージが送られるということは、覚えておいていただいた方がよろしいかと思います。このようにすぐに消えてしまうメッセージ使い方によっていろいろな楽しみ方ができるかと思います。ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。